何か今の直人さんに対するかっこ悪いところがかっこいいんだよみたいな、何か監督からアドバイスだったり、監督とこんな風に役作りでってお話しされたこととかありましたら、ぜひ教えていただきたいんですが、どうですか？みんなじゃない？あ、私たち、はい、みんなスーンってなってるけど大丈夫？どうですか、のぞみちゃん。私も全然その記憶になくって、この取材を坂東ちゃん思い出して違うんですよ、お願いします。これなんか前アイナちゃんにも直人さんにも話させてもらったんですけど、うん、本当にあれみたいな、何を言われた、その取材とかで聞かれるじゃないですか、うんうんうん、サブさんから何か言われましたか、はい、全然覚えてなくてやばいと思って、うん、どうしようって思って、そのさっきの取材はなんとか終えたんですよ。でその後に後日アイナちゃんの一人で取材をされているのを読んで、その時にサブさんあんまりしゃべあのなんかアドバイスがあんましなくて、自分で言い方が悪いの。違う違う。ごめんなさいごめんなさい。バンドちゃん大丈夫？その自分で考えるさその作品でしたっていうのを、うん、そう。っていうのを書いてて、あ、そうだと思って、うんうん、そっか自分で考えなきゃいけない現場だったんだっていうのをアイナちゃんの取材を見て思い出しました。すいません本当に。一個も出てこなかったね。つまりね。